ときどきメモリーズ2。こんばんは。今日はですね、5人の女の子を同時に攻略する、もうなんか聖徳太子にしかプレイできないようなゲームを実況しようと思います。このタイトル画面にいる5人をもう本当にもう5画面で攻略するっていう、イカれてるよね。ちょっと挑戦しようかなと思います。なんか文字の癖とんでもないないや字もこれ字じゃないだろなんだこれ、泥酔してる時にでも書いたんか。チャレン、どれがいいんだ。シングルモード、チャレンジモード、まあ多分一番上のチャレンジモードが普通のモードなんだろうね。ちょっとチャレンジモードやってみるね。うわー、これなんかテキストとか出てきたら、あ、来た。それじゃあゲームの説明をするね。うん、かわいいねこの子も。このゲームは恋愛タスクシミュレーションだよ。はあ、ストーリーは受験戦争が始まった高校3年生の夏、すでに大学の推薦をもらっていたあなたは、その教え上手を見込まれ、夏季休暇中の8月9日から約3週間、女の子に勉強を教えることになりました。うん。だって。うん。ちょっと待ってね。もう不安でしかないんだよな。この子のこのテキストが5倍になるってことでしょ？ぶっちゃけ。無理だろ。月曜から金曜日は、女の子に勉強や運動を教えることになるよ。運動まで教えるの？最初に表示されるパロメーターを説明するね。はい。どれ？これ？この5つのやつ。ピンク色のメモリは女の子の体力を表示しています。うん。赤色のメモリは女の子の文系の能力を表示しています。え？青色のメモリは女の子の理系の能力を表示しています。緑色のメモリ、ああもう運動ね。この4つがあんの。次にコマンドの説明をするね。うん。これが文系コマンド。国語や社会など文系の勉強するよ。うん。でも理系ね。理系コマンド。数学や理科など理系の勉強するよ。で、これ運動か。運動コマンド。うん。受験には体力も必要だよね。体を動かして運動能力を高めるよ。会話もあんの？たまにはおしゃべりするのも息抜きになるよね。好感度とかあるんだよね。やっぱ好感度が上がりやすくなるよ。もし女の子の機嫌が悪い時には、何よ。会話するのが効果的だよ。ああ、なるほどね。会話で好感度を保ちつつ、こういう勉強とかも教えなきゃいけないって感じか。勉強前に女の子が希望する勉強を教えてくれるよ。希望通りの育成をすると効率がアップするけど、希望はやっぱり偏りがあるから。うん。これ5人分やんの？これだってもう1つだけでも俺今もう頭パンパンなんだけど、目標パラメータを参考にしつつ、上手に育成してね。うん。コマンドを選択せず、一定時間が過ぎると休憩するよ。じゃあ何、1人に集中すぎて4人がなんか放置してると勝手になんか起きるってこと？疲れてると効率が悪くなるから適度に済ませてあげてね。それじゃあ土曜日の説明をするよ。ちょっと待って1人でよくね？ねえもういいじゃん1人で。土曜日は女の子から電話がかかってくることがあるよ。ってことは1日のうちに5人から電話がかかってくるって可能性もあるっていうことだよね。電話コマンドで電話を取ることができるよ。一定時間過ぎると電話が切れちゃうので注意してね。いやマジ無理だろ一人に集中せよ。好感度が高いと女の子からの電話がかかってきやすくなるよ。その分スルーすることも多くなるってことでしょ。最後に日曜日の説明をするよ。もう日曜日は誰とも会わなくていいだろいいってもう会うな女と会うなってゆっくりせえ家で。土曜日に約束してれば女の子と特別授業をすることができるよ。受けよう。特別授業はやろう。勉強の後はミニデートを楽しめるよ。一人でいいよ。もうこの子だけでいいって。チャレンジモードの場合最後にスコアが表示されるよ。頑張ってハイスコアを目指そう。無理。いや聖徳太子にしかできないって。あそうそう、ゲームの仕様でボタンを押すときにはダブルクリックを推奨してるよ。うん。うまくボタンが押せないときには押せるまでダブルクリックをしてね。これでゲームの説明終わりだよ。うん。序盤の説明全部覚えてない。頑張って女の子を希望の進路へ導いてあげてね。ここまでは普通なんだろうね。でも結局これが5人分だからね。こっからいきなり画面が5つになるんでしょ。いいよ。ここなんなの？ここ余白なんかな。え、いいん？この子、ごめん、ちょっと音量調節してきました。ちゃんと声聞きたいしね。今日は何をするの？あ、かわいい声。北海道子北海道子、北海道出身じゃないとおかしいよね。この子は可愛いけど。学年高校3年生、希望進路二流短大、主人公とは幼馴染の仲。うわ羨ましい。
こんな可愛い子が幼なじみかよ。学力は中の下で勉強はちょっぴり苦手。勉強ちょっと得意そうだけどね。運動なんか活気あふれる子みたいな感じなのかな。目標パラメーター文系中より上、理系中より上、あ全部中なんだね。でも他の子は違うって感じだよね多分。この子一番攻略していく。おー待って、ほどほどに教えて。おい、なんだっけ、あのだがしかしだっけかな、確かアニメで見たんだけど、なんか似てる。てかめちゃめちゃ可愛いな。トットリスナミトットリスナミ、トットリ砂丘みたいな、まあ、鳥取の子なんかな。出身も学年高校3年生、希望進路二流大学、少し無口な女の子、理系の成績は優秀、理系の大学に進学を希望している。なるほどね、頭良さそうだもんね。で目標パラメーターが文系中、理系が大なんだね。で運動も中か。秋田出てきてくんねえかな。あ絶対これハーフだ。今日は何、絶対この子ハーフだよな。炎上パリだもんもうパリだもんな。学年高校3年生、希望進路一流大学、あ頭一番良さそうだね。日本をこよなく愛するハーフの女の子、日本の文化をさらに探求したいため日々精進している。アニメとか好きそう、仲良くなれそう。目標パロメーターが文系大、あ理系大、あうわごめん、普通に可愛さとか全部度外視してこの目標パラメーターだけで言うんだらクソめんどくさそう言っちゃうけどパリちゃんね。あこの子タイトル画面にいた子じゃん。今日は何をするのよ。お前なんでサンタの格好してんの。ゆりかもめ、ゆりかもめ名前の癖学年高校3年生、あーでも好きだなこういう子。希望進路人間らしい生活普段どんな生活してんのお前。学年最下位のバカな女の子一番この子攻略して留年だけは避けたいため夏の勉強会に人生をかける勉強せえよ、コスしてねえでよ。目標パラメーターが文系小小大あ運動が得意なんだねやっぱこの子。でもめっちゃ好きだな。ロリ今日はどうしましょう。メイかヒヨコ、メイかヒヨコ、学年高校3年生、この子が高校3年生、希望進路主人公のお嫁さん、あなるほどね。見た目は子供、頭脳は高校生、おうおう謎の養女力で主人公禁断の道へ誘う。なんかパラパラとかやってくれないかな。あの恋はねねねさスペンってコナン君のあだったじゃんオープニング。目標パラメーターは文系大、理系中、運動小。運動めっちゃさせたらこの子どうなんだろう。オッケー、この5人を攻略すんのね。同時に1人諦めようぜ。もう無理、もう無理だやべ、どうする。文系文系文系、今日は運動はぁ、ちょ成分って何すかね。やべ、勝手に全部進む。休憩休憩ダメだやべちょっと待って、無理かもしんない。ちょっと待って、誰か一人捨てろ、もう捨てるしかねえ。土曜日土曜日電話来てるな、よし捨てろ。はいはい、パリです。明日よろしければスタディしたのですがお付き合い願えませんか。彼女日曜日の約束しましょう、忘れないようにしましょう。はいはいはい、パリとデートね。一日にどんなことしてんの。約束をしてる場合、あ、約束をしてる場合だよね、これだよね。パリにスタディ教えてくれてありがとうございます、早速始めましょう。うん、このように土曜日と日曜日だけが安息の日だな。デート学校でデートしてんの日曜日なのに。はちょ、なんでこっち着いてんの。日本の目が誰、体を動かした理系、体理系運動、体体理理理、オッケー、体体理理、オッケー。ちょ、パリのイベント全然見れなかった。おはようございます。おめえだけ一日ずれたな。成功成功成功大成功。今日は何をしましょう。お前何、理系ね、理系ね、早くおさせろって。勉強ばかりじゃなくて体も動かさないと結構かく、なんだっけ、お前なんだっけ、理系だよね。まあ、じゃあねじゃあね、まあまあだったと思う。なるほど、いい返しました。ロリコン版は、ロリコン版は、やっと明確に声聞こえた。おはよう、おはよう、挨拶くらいできるわよバーカ。おはよう。この子何、文系ね、文献実験実験、文系で理系でしょ、文系理系文系文文系。お前なんだ、お前なんだ、お前な、お前なんだ、お前はな、運動スタジオしとけ。お前ちょっと待って、おはようございます。やめよ、もう一人捨てよ、ちょっと誰か捨てよ、パリ捨てよ、ちょごめん、パリ捨てよ、パリ理系、おはようさよなら。ロリコンばんはロリコンばんはだけすげえはっきり聞こえるんだけど、さよなら。文系したらね、オッケー。
挨拶くらいできればバカ。もう挨拶しなくていいから早く教えてくんね。ちょっとあの運動ね、運動ね。おはよう。ベリーナイスでした。おはよう、おはよう、おはよう。じゃ理系運動、運動理系ね、理系ね。お前何理系ね、理系理系ね。ちょ早くおさしてくれ。お疲れ様でした。ちょっと待って、一人ずれただけですっげえずれな。今日はバッチリ勉強できてありがとう。オッケー、おはようございます。ちょっとこれ見てるみんなもどこ見ればいいかわかんねえだろ。今日は何をしましょうか。運動ね、運動ね。早く運動する。おはよう。理系、オッケーオッケー。おはよう、おはよう、さよなら。待って、今もう15日しちゃってんの。おり、こんばんは。今日は理系をしたいかな。理系ね。さよならさよなら。理系ね。理系。次会話もしよう、会話も。今日はお話するの。ちょっと忘れたやつ全部会話するか。今日は何のお話をするの。何の話したんだよ結局。幼女たるもの体力もつけないといけませんね。お前なんだ、お前どうせ会話だろ。お前運動だろ。今日は文系ね。オッケー、よろしくお願いします。ちょっと会話見てみたいんだけどな。さよなら。今運動してんのね。今日は何をするの。ちょっと待って俺、ちょっと待って、ダメだ俺理系か。お前何すんの。お前運動しとけ。お前会話しよう。挨拶くらいで国語ちょっと楽しむね。私とトークしましょう。トークしとけ。お疲れ様でした。今日何すんの。文系。あ、待って、これ文国語楽しいんだって。文系合ってるね。オッケー。おはようじゃです。おはようございます。運動で気持ち、おはようございます。おはよう。運動で気持ちいいよね。うん、お前理系な。オッケー、大成功か。死ぬ死ぬ死ぬ。あ、土曜日だ。電話出ろ電話出ろ。もしもし、どこだけど。あ、ミシコだっけ。今回ミシコだよね。明日なんだけど予定が空いてたら勉強していくな。オッケー、日曜日ね。成功。カモメで、これ重なってもいいんだよね。明日も私に勉強教えなさいよ。オッケー。みんなから電話来る。ロリこんばんは。さよなら。さよならさよなら。日曜日だよね。あ、もう日曜日になってる。押せ押して、ここで、あ、お前電話してこないんかい。あ、電話来た。よし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 。ちょ、パッパリ一回無視して。ちょ、申し訳ないんだけど、パリ無視しよう。これ見たいもん俺だって。イベント生き抜きすることにしました。おこと約束してなくね。わーい、ゾウさんだ。ミニデートを楽しみました。彼女のセンタスから来ました。あ、約束やっぱしてなかったよな。よし、オッケー。日曜なのに勉強に使ってくれてありがとう。はい。お前は会話だ。お前は会話だ。ちょっと待って、パリ落ちてる。おはようじゃ。おはよう。あ、ハートマーク出てたぞ。今日は理系をしよう。国語ね、理系ね。オッケー、国語理系。買い物に付き合ってくれてありがとう。いい参考書が見つかった。理系、国語ね。よしよしよし、いいぞ。パリはもう捨てて、ミニデッド楽しみます。もう20日なってんの、こっち。すごくね。まだ18日だったよね。今日は割とできた方だと思うけど、今日は理系をしましょう。あ、じゃあ会話しよう。じゃあまた明日ね、ほどほどに教えて。そう、パリすまんな。お前が一番一流大学に行こうとしてるのは分かるんだけど、やべ、聞いてなかったじゃん。運動しとこ、運動運動運動。よし、パリはね、一流大学も行けないと思うんだけど、じゃあ二流ぐらいでも大丈夫だと思うよ。おはよう、おはよう。ひよひよ、何、どうした。体動かそうね。体動かそう。国語理系、あ、 OK、 国語理系ね。なんかちょっと元気なくなってない。トークね。待って、なんだっけこいつ。え、待って、あ、忘れた。文系、文系。ちょっと待って。あかん、あかんぞ。何もわからない。誰かを攻略できてるのかもわからない。ハートでさな。今日は勉強教えてくれてありがとう。今日は文系、今日はかけっこの勝ちね。ひよひよ、こいつなんなの。なんか元気ないんだけど。体力がない、疲れてるからか。次、あの、勉強理系ね。今日は雑談ね。 OK、 さよなら。さよなら。今何しちゃったのかもわかんない。まずこいつもちょっと疲れてきてるだろうから、全員一回トークしようか。今日は理科したい。あ、今日理科したいんだけど、文系でしょうかとか言ってるけど、ダメだよ。今日は全員会話ね。ちゃんと休憩しなきゃいけないから。うん、疲れました。違う、あ、そうか、会話じゃダメなのか。普通にこいつ放置すればいいってことか。あ、やっぱお前も放置しなきゃ。あ、いや、放置じゃない、トークしよう。ほどほどに教えて。何を。文系、文系ね。オッケー、文系ね。オッケー、おはよう。なんかもうハートマーク出てる時点で俺のこと好きなんじゃないの。お疲れ様でした。うん、今日は何をする。今日運動してない。じゃあこいつはもう放置するでしょ、一回。で、たるからこそ、もう土曜日か、おめえ。運動してないでしょ。あ、こいつ放置になった。うん、そう、オッケー。はいはい、トモリで、トモリじゃないや、パリです。はい。今日はバッチ、さよなら。俺、ちょっと俺のこと好きになってる。はい、少しお休みしますね。いいと思うよ。で、今日は勉強しててくれ、ありがとう。ロリこんばんは。うん。君のこのセリフだけはちゃんとしっかり聞こえる。体動かすの楽しい。うん。おはよう。おはよう。たまには一緒に帰ってあげてもいいわ。おはようじゃです。おはようこちらです。ちょっとね、あの、思ってた5000倍ぐらい難しい。ちょっと文系しようか。あ、じゃあこの子理系なんだっけ。あ、なんだったら一緒に投稿してあげてもいいわよ。なんかこいついつの間にこのこと好きになってんだけど。まあ、休憩だな。お前運動。今日は運動したのね。いいよ。どんな運動すんの。そんな赤、すっごい赤い顔してるけど。何をしましょう、トーク。よし。ロリコンバンは。ロリコンバン。
お疲れ様でした。だって北海もう好きでしょ俺のこと。あ、来た来た来た、デートしよう、デートしよう。もう日にちずれずれじゃね、こいつから全然デートもさせてこないんだけど。おはようおはよう。俺この子結構放置気味なんで、なんでこんな疲れてんだろう。たまには一緒に帰ってあげてもいいわよ、うん、一緒に帰ってんのかな。同じ日に勉強とかしてんだけど、理系ね、理系を教えて、クヨ何もしても運動しようか。日曜日で電話して、こいつ約束してねえからこいつ無視でしょ、で勉強してる、明日も私に勉強教えて、日曜日約束しました、はいはいはい。なんでこのデートみたいな、ちゃんと勉強の後彼女と息抜きをすることになりました。うん、公園でか。おはようぞです。あ、こいつ元気になったね。近所の公園でよく一緒に遊んでる、懐かしいな。あ、約束してるね、さよなら。うん、よっしゃ勉強頑張ろう。もうずっと顔赤いね、なんか俺も絶対好きだな。お疲れ様でした。あ、なんかお前なんか言ってたの。よっしゃデートあった、よっしゃ。でこの子はもう運動しよう、土曜日で、あ、そっか、こいつからデートも誘い来なかったもんね。勉強の後彼女に連絡することに。疲れる、日記をしましょう。今日は文系、あ、俺のこと好きになってる絶対。いいぞ、二人は攻略してる。で、ちょっと待って、まずこの子とは絶対もう付き合いだよね。この日曜日さ、え、行ってみよう。ちょっと待って、もう記憶ねえからさ、約束してるっけ。休憩なんだ、勉強ばかりだと疲れちゃうよね。おはようなんて言ったら一緒に、やっぱ約束してないから。ロリコンばんはね、大成功、なんか大成功してる。今日はありがとう、ご近所なんだし一緒に帰らない。今日は運動したい、いいよ。運動ね、運動して、うん、おはようじょ。おはよう、はい。お疲れ様です。え、何、もしもしみちこだけど、よかったら今日の縁日一緒に行かない。あ、こういうイベントもあるのね、いいよ、全然行く、全然行く、全然行く。今日は理系、今日は理系ね。お前何、お前理系ね、お前も理系ね、お前理系ね。今日は君と縁日に来れて嬉しいな、二人でいっぱい楽しもうね。うん、今日は分教しましょう。いいよ、じゃあ無視するね。たまには一緒に帰ってあげてもいいわよ。お前いつも一緒に帰ってあげてもいいわよって言ってるけど、一緒に帰ってんの実際。え、お前運動、まあ、何してるのか、屈辱、何が、何があったの。ちょっと電話しよう、縁日ね。ねえねえ、今日縁日があるんだ。うん、めっちゃ浮気してない俺。今日は文系をしよう。うん、いいよ、少し疲れてしまった。あ、じゃあこの今日放置ね。待って、 こいつ何してんのさっきから。人がいっぱいね、はぐれるといけないから手をつなごう。いいね、おはようじょ。少し疲れたから、この子は放置だね。お疲れ様でした、おはようじょね。縁日を始めました、彼女の手伝いがありました。今日はありがとう、ご近所なんだし一緒に帰らない。うん、いいよ。でこの子は放置ね。こいつ運動、こいつ運動、こいつ運動神経高くしよう。おはよう、なんだったら一緒に投稿してあげてもいいわよ。だから投稿してんの本当に。おはよう、一緒、今日も一緒に頑張ろうね、さよなら。今日は文献をしましょう、文献ね、オッケー。何この実況、今日は何をするのよ。会話、この子も会話、オッケー。お話、はい、もっと君のことを知りたいな。うん、どんな食べ物が好きなの。うん、知らねえ。うん、リンゴ、ご近所なんだし一緒に帰らない。お前本当に一緒に帰ってんのかこいつらと。なんか全然毎日毎日一緒に言われてるからさ、なんか一緒に帰ってねえんじゃないの。でも一生この子一緒に投稿してあげてもって言ってるけど。え、休憩だな、休憩。うん、おはよう、お疲れ様。今日運動文系。オッケー、さよなら。うん、さよなら。でこの子結構もう休憩したと思うから、お疲れ様でした。なんか終わってるこいつ、なんで。おはよう。なんか終わっちゃった。おはよう、成功成功ね、オッケー、いいよ、オッケー。うん、今日は理系、今日は理系ね、疲れ、体動かすの楽しい、オッケー。理系、この子は多分全然俺のことまだ好きじゃないよね。この二人はもう俺のこと大好きだから、放置でもいいんじゃないかな、もうすでに。でもこれ放置すぎると逆にここから下がっちゃう的な感じなんかな、もしかしたら。わかんないけど、成功したね、オッケー。あ、終了した。おはよう、なんだったら一緒に投稿してあげてもいい。おはよう、ジョーですね。はい、そうですね。うん、まあまあだと思うわ。この子に全然好かれないんだけど、ヨージョたるもの体力をつけないといけませんね。さよなら、さよなら、はい。え、こいつ何？会話。お前も会話。よし。え、俺、スナミにちょっと好かれたかったな。おはよう。これも最終日なんじゃない？この子。30日だもんね。ロリ、こんばんは。ほどほどに教えて。今日は理系ね。オッケー。理系で、はい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 、早く進めよ。理系、終わった。終わった。あとはもう、スナミだけだ。津波と勉強して、これでも全員終わったんじゃない。いや、確実に好かれてるのはこの2人なんだよね。いやー、ちょっと津波には好かれてないか。うん、まあまあだったと思うわ。微妙か。さよなら、さよなら。なんか俺のこと全然好きじゃない感じ出てるもんね。3週間も一緒に勉強とかいろいろしたのに、あんま特別な関係にはならなかったって感じか。何この顔。何この顔。これどうなんの、結果とかわかんの。え、あ、大変、よくできました。もう少し頑張りましょう。なんだ、運動全然してないってことか。よくできました、大変よくできました。もう少し頑張りましょう。やっぱりなぜか分かんないけど結構できてたんだな。うわー、これでも2人だけなんだな。思った以上に死ぬほど難しいねこれ。え、クリックエンディング、今日から2学期か。みちこも受験対策がしっかりできたといいな。え、もう夕方か。特にすることもないし帰るか。え、こうして俺の3年の夏は終わった。え、え、大変よくできましたなのにダメなの。みちこは頑張ったが
学力が伸びず志望校を変えるそうだ。俺の教え方が悪かったのかな、大変よくできましただったのに。結局美智子とは幼馴染のまま、え、関係が発展することはなかった。もう少し上手に教えられていたら未来は変わったのかな。いや、お前が人に教えすぎなんだよ。一人に絞ればいいだけなんだよ。え、ちょっと待って、まだ可能性があるカモメは残しとこう。え、今日から2学期か。こっち絶対ないよな。鳥取さんの受験対策がしっかりできたといいな。絶対落ちたじゃん。もう夕方か。特にすることもないし帰るか。終わった。怖っ。もう終わった。鳥取さんは希望の進路が叶わず専門学校に変えることになったらしい。何このバッドエンド。俺の力が及ばず残念な結果になってしまった。その後、鳥取さんとは疎遠になり、卒業後に顔を合わすことはなかった。元気だといいんだけど。え、何このすごく後味の悪い終わり方。え、ひよこは？今日から2学期か。メーカーさんの受験対策がしっかりできたといいな。うん。もう夕方か。特にすることもないし帰るか。もう終わりじゃん。遠い大学に進学することになったらしい。結局メーカーさんとは卒業後に顔を合わすことはなかった。うわー、これ結構好感度が高かったからまだ関係続いてるけど、もうこの二人ダメだったんだな。もう少し頑張りましょうの時点で。メーカーさんはちっちゃいから子供に間違われないかちょっと心配だ。余計なお世話だろそれは。パリは？うん、まずここは同じだね。もう夕方か。特にすることもないし帰るか。全員バッドエンドじゃねえ。でもこれ夢誰も叶ってねえぞ。こうして俺の3年の夏は終わった。炎上さんは文系の成績が思った以上に伸びず志望校を変えるそうだ。俺がもっとしっかりサポートしてあげれば、高校卒業後炎上さんと会う機会は少なかった。あ、なかった。元気してるのに。もうおい、もめ頼むぞ。今日から2学期か。ゆりかの頭が少しは良くなってるといいな。どう？もう夕方か。特にすることもないし帰るか。これ多分さ、完全に好かれてたらこの夕方なんか告白とかされてんじゃねえの。え、もう3年の夏も終わったよ。ゆりかは卒業後部屋に引きこもる。このまま大人になって子供部屋おばさんになってしまわないか少し心配だ。絶望エンド。ちょっと待って、むずい。や、誰かこれ完璧にできる人いる？実況しながら。794、バットなんだこれで。無理よ無理よ、こんなの5人同時なんて無理よ。ドキドキメモリーズ、何これ。ちょっと待って、シングルモードって何なの。じゃあ普通に楽しむ的な感じ。あ、セレクトキャラクター。あ、え、一人に絞れるってこと？そういうこと？一人でできんのこれ。それじゃあゲームの説明をするね。うん、これは同じだよね。ちょっと待って、とりあえずやってみて一回。おはよう。あ、一人やん。死ぬほど楽じゃんこんなん。こんなん速攻でエンド迎えれるでしょ。今日は体動かしたいないでしょ。ちょ、一回さ、ほんと一人に集中してやってみて。もう喉終わってきてんだけど、さっきのせいで。さっきの5人攻略のせいでもう喉がいかれてきてんだけど。勉強ばかりじゃなくて、でも一人に集中して、ちゃんとしたハッピーエンド、ちゃんと恋をして恋人になるエンドを迎えられるのかだけちょっと確かめさせて。ちょっと普通にやって終わったんだけど、一回もデートできなかった。なんでデートの連絡この子から来なかったんだけど。よくできましたな。なんで5人で同時でやった時の方がうまくいってんの。絶対この子。え、あれ、机の中に手紙が入ってる。誰からだろう。何何、今日中庭で待ってます。だって俺縁日でしかデートしてないぞ。名前はどこにもないな。それじゃあ急いで行かなくちゃ。殺されたりしない？あ、ごめんね急に呼び出して。実はちょっと用があって。いいけど。どうしたの。夏休みの間いろいろ勉強教えてもらったでしょ。だからこれお礼。温泉まんじゅう。うん、お母さんが持っていけって。実はお小遣いがピンチで ごめんね。え、いいよ。じゃあ教室で一緒に食べるか、みちこ。あ、うん、そうだ、ジュース代くらいはおごっちゃうから。こうして、え、恋は、みちこは勉強の甲斐もあって志望校に合格できそうだ。うん、もう少し進展があってもよかったかもしれないが、みちことの関係はこんな感じでいいのかもしれないな。これ一人でやってもベストに行かなかったんだけど、これ運だよ。じゃあもうデートの誘い一切来なかったもん。もともと俺のこと好きじゃねえだろ。じゃあちょっともう一回だけ挑戦させて。ちょっと待って、みちこ、みちこ、もう一回だけお前を、これ、いや、ちょ、みちこやめよう。みちこじゃなくて、パリ攻略させて。ちょっと
パリやってみたい。やば、パリからは速攻でデートの約束来るんだけど。てかね、この子さ、パラメータ的に全部ほぼほぼ大にしないといけないから、やっぱこの子一人で集中して攻略した方絶対いいよね。うん、で学校で勉強して、いいね。勉強の後彼女と息抜きをすることになりました。なんか一人だけだとすげえちゃんと見れる。たまには海をのんびり眺めるのもいいですね。いいね。もうデートでステータスが上がるからすげえいいんだよな。とりあえずこいつ攻略しちゃっていい？ちょっと待って、あのさ、今何日だ？20日の時点で俺のこと好きになってんだけど、一緒に帰りましょう。帰りましょう。どこに買い物に行くの？やば。これマジで攻略できるかも。理系ね。ちょっと待って、このまま順調に行けば多分ハッピーエンド迎えられるぞ、パリと。ちょっとやって頑張るね。ちょっと待って、順調かと思いきやもう30日だけど、これ大なんだよね。文系は理系を頑張って4にしなきゃいけない。ただね、これ大成功と成功があって、成功だとそんなに上がんないんだよ。大成功。ちょっとしゃ、今日はベリーナイスな出来でした。サンキュー。よし、これいいんじゃない？これ最終日だよね。でしかも縁日もデートも2回も行ったから終わりでしょ、これで。え、これどうなんの？ちょっと待って、頼む、なんかハッピーエンドくれ、1回くらいは。大変よくできましたでしょ。ほら、運動は中でいいんだよ。え、これ中なんかな、この真顔って。ちょっと大丈夫かな。今日から2学期か。うん、受かれ。え、何これ、なんでこんな頑張ってんのに全部報われないの。さあ最終日まで来ました。で文系が5なんだよね。理系も上げて、運動したいって言ったけどもう無視して、あの理系上げさせて3ぐらいにはしよう。最大成功。あ、もう成功だ。成功の時点で3にはいかないな多分。え、待って、これ文系5にすればさ、今5なんだよね。5ならさ上がるんじゃない？ねえ、いいんじゃない？これハッピーエンドなんじゃねえの？今まで文系がなんかうまくいかなくて落ちたっつったよね。もうお前、俺に惚れろ。いい加減。いい加減、惚れてくれ俺に。大変よくできてまいりましたでしょ。いいんじゃねえの、じゃあこれで告白せよ俺にな。頼むよ。うん。死にそう。死んじゃいそう。文系の成績めっちゃ良かったじゃん。5以上ないじゃん。絶対に普通にプレイしててもこのハッピーエンドいけないの。よし、6回目、この子攻略するの6回目でね。もう異常に文系だけ勉強させた。どうよ、もう文系で落ちねえだろ。だってさ、毎週土曜日デート全部したんだよ今回。で縁日も行ったんだよ。で文系めっちゃ勉強させたの。これ文で文系が伸びてないって言ってるけど、結局やっぱ目標パラメータの通りにやんなきゃいけないのかな。ちょっと待って、どう、今回どう、8周目だよ。もう文系5理系4、もうこれ以上ないって。頼む、もう付き合え、告白してこい。この次の文章で来る。来い来い来い。なんで、もうなんで、なんでうん、はい、10周目です。あ、ね、パラメータ的には文系4、理系4、運動になっちゃったんだけど、多分ほぼ3だからにっこりマークなんだと思う。うん、多分俺が間違ってた。あのさ、この子の目標パラメータってさ、文系大が大より上でしょ。で理系もそうじゃん。で運動は中より上じゃん。ってことは大が4からだとすると4でいいんだよ。これで行くんじゃねえか、マジで。頼むぜ。ね、頼むって。うん。受験しろ。あ、来たんじゃない？しかも、デートも、毎日やった。あれ、机の中に手紙が入ってるぞ。誰からだろう？何何？今日中庭で待っています。名前はどこにもないな。それじゃ急いで行かなくちゃ。つけ。急に呼び出してごめんなさい。どうしても伝えたいことがありましたので。うん、いいけど、どうしたの炎上さん。夏休み中、あなたには2つの素晴らしさを教えていただきました。今日はそのお礼です。そうなんだ、告れよ。お菓子とかいらねえから。はい、1つ目は国語、古典など日本の文学をたくさん教えてくれました。
ありがとうございます。うん、二つ目、炎上さんのお役に立ったのなら嬉しいよ。そしてもう一つは、もう一つは、そのとても恥ずかしいのですが、あなたをやっとクリアできた。一人目、あなたも好きになってしまったようなのです。実を言うと、俺も遠藤さんのことが本当ですか？ Really？ 本当だよ。嬉しいです。ダーリン、やった。これから私のことをパリと呼んでくださいね、ダーリン。ずーずパリは綺麗で人気もあるからちょっと心配だけど、きっと大丈夫だろう。二人の愛は永遠なのだから。みんな、俺この子攻略するのに1時間かかってるからね一人だけなのにこれから本番ですよ。だからもうパリのやつ見たから、あともうこの4人のやつを同時にやる。だからあの5人プレイだけど、パリ捨てるもうそれで許してくださいはい、あのですね、パリちゃんを攻略してから結構時間が経ったんですよ。あの他の動画の編集とかしてて、で私ですね、もう寝てないアピールになっちゃうんですけど、ほぼほぼ24時間寝てない状態なんですよね。注意や逆転を直そうと思って、今日一日起きてようと思っていろいろやってたんですけど、もうね、この動画を撮り終えたい。寝てなくてもやりたい。あ、待って、スキップしちゃった。あ、やっちゃった。待って、あ、待って、地獄が始まってしまった。もうとりあえず一回やめる。オッケー、とりあえずこの目標パラメーターに沿ってやっちゃえばクリアできるから。とりあえず中ってさ、パラメーター的には3つあればいいんだよね。で台は4つあればいいから、まあこれの順番でやっていこう。で砂見はこんな感じね。理系だけを台にすればいいって感じか。あとは全部3つね。でパリは捨てる、パリは捨てる。ごめん、もうパリはやったから、もうシングルで、うん、無理。でカモメは確か小なんだよね。小台か。運動だけを4にして、あとはもう小って2ぐらいかな。224か、224でいい感じだね。ちょっと待って、このロリコンは何だっけ。ロリコンは、このロリコンじゃねえ、文系台で、あーってことは432でいいんかな。432、オッケー。もうでもいける、多分いける。パリ捨ててこの4人だけで集中すればいく。ちょっと普通に無言でやるね。もうガチでやるわ俺。おはよう、全然やるよ俺。もうマジでやるからね。まず理系ね、理系。でもね、これ全部無視して、一回みんな体力がないから、トークよ。これね、パリのおかげで俺学んだ。これで次の日も土曜日だから、あれなんだよ。ここで好感度上げとけば、土曜日にね、電話かかってるから、それわかるから、うん。全員から電話かかってくんじゃないかな。全員かかってこないかもしんない。え、嘘でしょ？は？ちょっと待って。なんでお前ら電話かけてこねえんだよ。鳥取だけど、明日時間かかってたらいいよ。全然いい。とりあえずこの2人は約束してるから、でこいつらは無視するんでしょ。うん、お前らとはもう口聞きたくない。うん、勉強教えてあげるけど、もう口は聞きたくないな。うん、もう絶対お前らとハッピーエンド迎えれないもん。この2人だけのハッピーエンドだけでも迎えたいな。でも今回だけでも、もうこいつら無視、もう無視はしないけど、ちゃんとやるけどね。うん、よし、じゃあまた明日、ね、どんな感じだろう。一応デートはこの3人はしたんだけど、なぜかカモメから一切誘いが来なかったっていう、ちょっと絶望。でも顔は赤くなってた。でパラメーター的にも割といいと思うんだよね今回。ちょっと微妙な人たちもいるけど、何人か、一人ぐらいは多分いると思う。攻略できたのいるだろ。いいよいいよ、大変よくできました。でもこれ全部笑顔だったら多分完璧なんじゃねえかな。もう少し頑張りましょう。あ、そっか、あ、パリはもう捨ててるもんな。え、お前ダメなの？え、もう無理よ。え、じゃあ可能性あんのはもう、みちこと砂見だけだよ。この二人、ダメだったんだな。ちょっと、可能性のないやつから捨ててこ。あ、やっぱこいつなんもねえか。こいつはまた引きこもりなんだろ。オッケーオッケー、もういいよ。諦める、俺は。俺は諦める、全然。お前も諦める。うん。もう、いらない。ロリなんていらない。で、パリはもう本当に最初から何もしてねえ。ずっと休んでただけよ、こいつ。受験勉強なんて一切しねえから、それを受かるわけねえもんな。で、可能性があるのは、みちこの方が多分大きいと思う。まず、砂見から行こう。今日から2学期か、鳥取さんの、この次よ。あ、死にました。はい、死にました。もう終わりです。はい。もう砂見も死にました。はい。もう無理でした。砂見は死にました。もうダメです。
さあ、望みの美智子だけだぞ、あと。うん。来た来た、告ってよ、前みたいに友達のままみたいな温泉まんじゅういらねえから。うん。ここまではあったよね、前も。あ、ごめんね、急に呼び出して。実はちょっと用があって、温泉まんじゅういらねえよ。いいけど、どうしたの？うん、温泉まんじゅうじゃねえって。もう一つ、もう一つ、もう一押し。うん。あ、うん、そう、ジュースだ、うち。ちょっと待ってよ。ごめん、もう、無理。俺に聖徳太子は無理。でも、1030ポイントまでいったよ。1030で、ノーマルなんだな、これでも。厳しすでしょ。ちょっと一回さ、もうシングルモードで、シングルモードで残り4人のなんかハッピーエンドあるならちょっとそれやってみていい？もうそれで終わる。もう5人同時は無理。普通の人間には無理。よし、みんな全部333、これ達成したと思う。これは来た、絶対来た。もうかけてもいい。これでハッピーエンド、付き合うエンドじゃなかったら俺もう首をつってケツから汁を出す。ほら、もう全部ニコちゃんマークだ。もう絶対そうだよ。いける。マジでいける。今日から2学期か。みちこも受験対策がしっかりできたといいな。あれ、まあ、手紙だよね。ああ、中庭で待ってんだよね。知ってる知ってる。まあ、ここまではそうなんだよ。で、温泉まんじゅう渡すなよ。あ、ごめんね、急に呼び出して。実はちょっと用事があって。みちこ、いいけどどうしたの？夏の勉強会終わっちゃったけど、これからも勉強教えてほしいの。今のみちこの実力なら、志望校は大丈夫だろ。ダメなの。あなたと一緒の大学に行きたいからもっと勉強しないと。俺と同じ大学？君のこと好きだから。ダメかな、こんな私じゃ。みちこ。実を言うと、俺もみちこのことが。そうだったんだ。うれしい。あ、そろそろ大人でには卒業すればいいかもしれないな。そうだね、大好き。俺もだよ。メツコ、やったー。ミチコとは毎日放課後の勉強に付き合っている。この調子なら一緒の大学に行けるだろう。ミチコは可愛くて異性からの人気もあるからちょっと心配だけど、きっと大丈夫だろう。二人の愛は永遠なのだから。そうだよ、おめえ一人に集中して恋愛すればこうやって攻略できるんだよ。なんでお前一気に5人同時に恋愛しようとしてんだ、バカだろかおめえ。これえ、おめえな、おい、時々メモリーあと3人だ、やったるで、もうここまで来たら。ちょっとみんな聞いて、この子攻略するのに1時間半かかったんだけど、もうね、もうキャラによっては運ゲーになるね。もうみちこちゃん全然すぐ終わったのにさ、この子に至っては1時間半かかったよ。めっちゃ大変だったんだけど。俺さっき寝てないアピールしたよね。寝たいんだけど。もういや、今日から2学期か。鳥取さんの受験対策がしっかりできたといいな。うん、来たよ、やっとだよ。シビアすぎるこの子本当に。なになに、今日中庭で待っています。名前はどこにもないな。それじゃ急いでいかなくちゃ。告白してくれよ、頼むから。あれ、鳥取さん、もしかしてあの手紙鳥取さんだったの？こんなの私の柄じゃないって分かってるんだけど、なんかこの子さ、無口キャラってさ書かれてたけどさ、もう見た目すげえちょっと活発に見えるんだよな。今日はどうしても伝えたいことがあったから。今年の夏はとても充実していたわ。夢に確実に一歩近づいた感じ。ああ、そして気づいたの、もう一つの夢ができたことに。もう一つの夢、それを今から言うわ。私、あなたのことが好きです。面白くない女かもしれないけど、これから頑張るから。あのゲームをプレイしててのシンプルな感想言っていい？ま、君に見飽きた。もうごめん、1時間半君にずっと振られ続けたからさ、もう無関心に近かった。でも好きですって言ってくれたから、全部それ振っ払って、もう好き、俺も好き。俺は今の鳥取さんが好きだよ。え、別に無理に変える必要はないよ。今の鳥取さんらしいところ俺は大好きだから。うん、ありがとう。うん、大好き。ああ、もうこれ言ってくれるだけでちょっとなんかもう気持ちが安らぐ。今まで俺本当に、俺いつ寝れるんって思ってたからね。うん、スナミは希望だった二流大学に進学した。大学は違うけど同じ学生、会える時間は多いだろう。
スナミは可愛いところが多いからちょっと心配だけどきっと大丈夫だろう。うん、二人の愛は永遠なのだから。お前いつも同じこと言ってんね。あー可愛い。いやー、これ一人を攻略してて1時間半かかってるってことはよ、無理だろ5人同時なんて。何日かかるん？もう3週間とかかかるよ多分ね。俺あと二人攻略しなきゃいけないんだからね。みちこちゃん数十分、パリ1時間、スナミ1時間半だからね。ねえ、この一本の動画に俺どんだけ体力使ってんの？もうあと簡単にしてくれよ。なんかさ、こっちカモメはまだ簡単そうなの。ロリッコ大変だろ絶対。なんかすぐ疲れたじゃん。でも頑張ってやってくるが。ちょっとみんな聞いて、カモメちゃん一発で行ったんだけど、なんなんこのさ、スナミすっげーしんどかったんだけど、カモメちょろすぎない？むしろもうちょっと時間かかってもよかったよ。すっげえ、一番簡単だったんだけど。今日から2学期か。ユリカの頭が少しは良くなってるといいな。あれ、机の中に手紙入ってる、誰からだろう。何、中庭へ来い。漢字書けないか。名前はどこにもないな。それじゃ急いで行かなくちゃ。もう名前書かなくても分かるだろ、ひらがななんだら。よく来たわね。ちょっと待って、お前幼稚園児か。おい、もう文全部ひらがなだぞ。よく来たわね。まさか手紙の相手が私とは思っていなかったでしょう。お前しかねえよ。やっぱりお前か。で、何の用だ。うん、今日は夏休み中遊んでくれたお礼をしに来たのだよ。この見た目でこれか。ギャップすげえな。いや別に遊んだつもりはないんだが。はい、どうぞ。夏バテ解消に特製カレーです。いや体調はバッチリだし、もう結構涼しいぞ。なんだよ、そんなに文句言って、そんなに私のカレーが食いたくないのかい。もういいって。だってそのカレー青いじゃん。あ、でもあるじゃん、青い、なんかスライムカレーみたいなの。なんか俺知ってるぞ。青い方が涼しいでしょ。しょうがないな。ほら、あーんしてあげるから食べてみよう。あ、こら逃げるなって。え、なんこれ。ゆりかは近所の定食屋でアルバイトを始めだした。バカなりに頑張ってるようだった。付き合ったりはしねえんだな。たまに差し入れを持ってくるのだが、まだ人類には受け入れられない料理だった。早く食べれるものが作れるようになるといいな。なんだこのエンディング。なんじゃそれ。一番おもろいぞ。時々メモリーズ2。なんか一番しんどそうなの残っちゃったな。ロリー、やってくるか。こいつで最後だからね。はあ、頼む、スナミよりは早く終わってほしい。うん、ただそれだけでいい。おはようじゃん、もういい。もうただただ普通にクリアさせてくれ。ちょっとさ、すげえ途中なんだけど、この子さ、俺に惚れ出したらさ、もうあなたって言い始めんだけどねえ。おはようじゃです。あなたって言われるんだけど、今日はどうしましょう。ちょっと目覚めるって変なのに、頼むよ。今日はちょっと運動しようかな。ちょっとね、この子も多分一発でいける気がする。あのね、もう本当にこれね、大成功と、あとあのデートが運で出るんだけど、もうね、あの津波の時ね、もう大成功も出ないし、デートにも誘われなくて本当に辛かったの。でも他キャラみんな誘ってくれたのね。誘ってくれ、ほら、もうね、津波ちゃん何もしてこないの。本当に辛かった。みんなも津波だけ攻略してみて、自分で。ちょっと多分スマホでもできると思うから、このゲームマジで津波しんどいから、本当にしんどかった。よろしくお願いします。あなたじゃねえんだよ。いいなづけかな。あ、やっぱ大成功だ。もうこれパラメータマックスじゃねえや、もう目標達成すんじゃねえの。ロリコンばんは。もういいって。とりあえずあと理系を3にしたらもうクリアだね。うん、もう楽、もう津波と違って楽。失敗。え、なんだ失敗って。うっかり転んでしまいました。ロリコンばんは。え、なになになに、このゲームに失敗っていう要素あったの？この子だけか。今まで俺失敗なんて見たことねえぞ。今日はどうしましょう。あ、文系ね。ちょっと待って、お前も運動すんな、マジで。運動すんなよ。おぶな、今の失敗でパラメータ下がってたりしたらもう最悪なんだけど。大成功。よし、終わった。あとはもう結果を見るだけだ。
全部が笑顔だったら完璧。もういて。さあ来い。あれ？え、嘘、失敗し、え、嘘じゃん。え、待って。あ、手紙は入ってる。うん。ロリ、こんにちは。うん。あれ、あの手紙メーカーさんだったんだ。どうしたの？少し聞きたいことがありまして、あの、正直にお答えくださいね。うん。あれ、言ってる。あ、そっか。運動はショーだからあの顔になるんだ。どのような女性が好みなんでしょうか。目が真剣だ。ここは正直に答えることにしよう。ロリって言うんか。あ、そう。少し背が高くて胸が大きくて包容力のある大人の雰囲気漂うお姉さんタイプかな。そうですか。もう君は自分のことロリだと思ってるからね、ちゃんと。もうロリ版はとかさ。なかなか自分では言わないと思うけどな。ありがとうございます。おかげで諦めることができました。え？いえ、こちらのことで夏休みの間ご指導ごペンタズありがとうございました。うん。え、こうして俺の3年の夏は終わった。メイカさんは第二志望の大学へ進学することができたとのことだった。え、知り合いから聞いた話だとメイカさんは大学でもちっちゃなマスコットキャラとして人気らしい。ちっちゃいけれど結構しっかりしてるから大丈夫だろう。え、何この悲しい終わり方。最後がちょっと悲しい。え、どうなんだろう。もしかしたら本当にちょっと付き合えるエンディングもあんのかもしんないけど、もう俺はもう全員のエンド見たって思ってるから、もう無理、もう無理。俺何時間このゲームやってると思う。4時間半だからね、全部でとんでもねえ時間かかってるからな。で、終わります。5人同時は無理。